こんにちは、メンジです。ニーアレプリカントの続きをやっていきます。今回はロボット山に行くとこですね。もう行っちゃおうか。槍とか装備しようかな。またすぐ使わなくなるかもしれないけど、タメがね結構好きなんですか。お願いだ、助けてくれないか。何を？どうしたんだ。北平原にでかい魔物が現れて。やるやる、私の妻と娘も。橋のあたり。オッケー、任せろ任せろ。やつは神出鬼没だ。いない時が多い。いたら倒そう。橋のとこだからね、ちょうど行くよ今。ロボット山って橋通んないか。通んないね。通んないけど橋のとこまでは行ってみよう。イノシシはいるんだよね、確か。いたはず。長生きしてる。よし、みんないるな。みんないるなら、みんなの力で倒そう。いたいたいた。おっきいやつね。橋の近く、ここ。いない。なんかそいつ、なんか殺してやる。甲冑みたいな。そうせいでは倒せる敵もた。よし、倒せると体験で。心を乱すことは戦いの上では得策ではない。そんな悠長なことを言ってたら、ヨナを助けることなんかできない。勝手。どれだ、弾打ってんの。お前か。どこでしょう。こういうのまで強いとはね。祝いの武器攻撃12、いいんじゃない。レアドロップ。武器攻撃12は多分、何このキーって。ああこれか。武器こ、あ、15持ってるわ。じゃあいらない。イノシシ。よし、じゃあ大きいのはいなかったってことで行きましょうか。じゃあロボット山まで行ってきます。はい、ということでロボット山に到着しました。いっぱい機械がありそうだね。お、これだけあっても使える機械はほんの一部さ。なんか入ってんじゃん。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫かいな。やばいね。大丈夫。うわ、まずい。え、あ、あ、逃げろ。うわ、え、そら助からない。これ海藻だね。じゃあ今弟だけが店をやってるかもしれない。やだ、お兄ちゃん、お兄ちゃん。いや、手だけ取れた。やだ、すげえ声出したな。ロボットもいる。ちょっとどけてくんない、そのガレキ。なんかロボットのせいにした今。ロボットを怒ってるような目したけど、でもあんなコロンコロンってやるだけで崩れるなんてね。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いて。ちょっと喋ってる間にネズミでも取りに行こうかな。あ、もう終わった。じゃあ行くか。変わんないね、ここも。ああ、大きくなってる。やあ、いらっしゃい。弟。弟の方か、久しぶりだな。
兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。まあ事故だよな。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか。しかも普通のやつじゃなく、お巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。 あれね、キーを持ってるやつね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。ああ、やっぱりロボットを憎んだんな、あそこで。そうか、ならいい。強化は？ちょっと待ってください。なんすか？なんだ？実は強力な武器を手に入れたんです。お、あなたなら使えると思うんですけど。くれ、それくれと。鉄塊だ。鉄塊はね、代々強い武器ですよ、両手剣。しかし見たところ壊れておるようだが。強化していけば治ってくるでしょ。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか？はい、素材さえあれば。頼むよ。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて、必要な素材は形状記憶合金です。ほう、持ってない。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。なるほどね。あとこちらが地下2階に行くためのパスコードです。あざす。エレベーターで使用してください。あざす。わかった。町からのエレベーターかな。必要な素材は地下2階。わかった。ところで、はい、本日はどんなご用ですか？バイバイ。まず、あー、このラインナップは変わんないね。ありがとう。ちょっと強化。必要。しかし、わかった。ところで本日はどんなご用ですか？強化できるもんあるかな。あるね。だからここら辺強化したところでなんだよな。信義強化したい。あ、アンテナもう少しか。あ、百獣の剣王。お、強いね。あ、でも鉄塊強化した方が強いか、やっぱり。すごい、とてもか、いや、今軽いんだ。それがすごく重いになる。え、百獣の剣王、強化しとっかな。よし。ありがとうございます。まず、あ、こっからこうやんなくても、こっからこういけんだ。今は弱いね。おお、これがね、あの代々すごい強いんですけど、っていうか刃先ねえじゃん。これをね、こうジャンプでやると硬直解除できるっていう裏技があって、これで対応してたんですよね。ワンワンの時でも、ワンツースリー全部あったと思う、この撤回は。まあ百獣の剣王でいこう。薬草ね。ポストどこだっけ。セーブしていきたい。あった、セーブします。オッケー。エレベーターは、あ、バッテンついてんじゃん。そうそう、ここのエレベーターだと思ったよ。ネズミ、村に商人さん。あ、アコール、アコールね。え、アコール本当に出てくるかな。いてもおかしくないよね、アコールは。まあ、あのドラゴン、ドラグーン3をやったり見たりした人だったら分かると思う。まだ若かったであろう。こんな感じだったっけ。ここ商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。合ってんのここで。あ、いけるいける、こっからいけるわ。あれ、じゃあ今道間違えたか。普通にこの炭鉱に入ってきちゃったのか。炭鉱でもないか、なんて言うんだろう、鉱山でもないか。鉱山、鉱山なのかな。まあダンジョンね。さあ、どんな強い敵が出てくるか。
なんかやたらロードが長いから広いのかな。うわー広い。どっちだろう。とりあえずどん詰まりの上から行こう。弟のために自分の楽しみを後回しにして。この視点、兄はそれで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。重ねてね。変わんないんじゃない？あ、爆弾。どうやって投げるんだっけ？こうか。よし、ここに置いといて。どうだ？え？強すぎない？やば、爆発する。こいつら弱いままだな。壊れたアンテナは信義の強化に必要だというね。これを壊すためにあるんだな。よいしょ、危ない。どうだ、よし、いった。こっちから行こうか。おお、後ろ回った。あ、いた。あ、結構痛い。アコール何見てんの。やれ。あ、これアコールさか今エミール。あれ何のための爆弾今。これはね、信義だわ。その攻撃の隙間ができちゃうから。よしよし。オッケー。ん？え？切れたケーブル。ここがどん詰まり。来た。敵が弱いのは救いだね。ここよし。え、なんもねえ。爆弾出しただけ。あれを倒せば必ず爆弾が出るっていうことなのかな。なんか使うから出るんじゃなくて、あれを倒してるから出てんだ。あれ、ちょっと待って、一つ手前入ってなくない。お、あれ、そっから来たのか。ああ、しっけしっけ。じゃあこっち、ここいけない。ここ出るぞ出るぞ。あ、出ない。おお、待ち構えてた。わあ、来て、出てる出てる。ああ、空飛んでる。よし、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ねえ、やったか。オッケー。激しかったね今の。オッケー。待ち構えてる。やべ、溜めてる時でも構わずやってくるからな。エミかわいいな。ハーツ回復しとこう。
先手必勝。オッケー、まだ出るね。よし、あー食らった。し、げんこつ出しとこう。はい、先手取れれば全然楽勝なんだよな。 OK、 まあ、このどん詰まりから言ってるのは、まあ、経験値も素材も稼げるし、もしかしたら鍵とかがあるかもしれないから先にこっち来てます。次ここ行こうか。あ、ダメね。あ、そこ開く。よしよしよし、爆弾小僧がここにいればいいんだけど、いないね。なこれ、穴開いてんだけど、落ちたらやばいね。いや、やだ、こんなとこで戦う。うめえ、回復ありがとう。待って、これさ、回復援護してくれて回復してくれるかな。あの箱を何に使うのかがまだ分かんない。あんま使わねえのかな。落ちちゃう、落ちちゃう。よし、すごい動きするじゃん。よし、おい、よし、よいしょ。アンバー、アンバーっていい素材じゃなかった？うわ、危ない。落ちる落ちる。あー、落ちた。やっぱ落ちたらダメよね。どっからこれ。最初に戻ったってことで合ってる？合ってるっぽいね。うん、うん、ここ通った。いや、穴だらけじゃん、ここ。アンバー、アンバー、ナイス。アンバーを取りに来たっていう感じか。あれ、どっかなんか開くとこあったよね。まあ、戻る途中で出てくるか。形状記憶合金くれ。目的を思い出したよ、今。前はチタンを取りに来たんだな。うわ、敵の攻撃じゃねえのかそれ。紫と赤は、あ、あ、青は敵の攻撃じゃない。あれ、うわ、出てきた。一撃、一撃。チョコマカトロ、もうこうするか。あ、これがいい。拾え拾え。あ、でけえの来たか。ボスの曲がかかってるよ。いるわ、かっこいい。
先行者みたいな。知ってますか、先行者。どこだっけ、北朝鮮だっけ、北朝鮮かどっかのロボット、昔のね。あ、全然いいじゃんこれ。それシューティングゲームに行こう。うえ、そうそう、とどめ、よし。誰か倒れてんだけど。形状記憶合金やったー、よし。チタン合金いいね。これで帰ってよし。うわ、帰らせくんね。オゲイ、あれ爆弾は、あ、爆弾来た。ほんなら爆弾で、ほんと閉まってた。ああ、そういうことか。よし、でだ、ここら辺に、あ、これか、はいはいはい、なるほどね。ちょうど爆弾が来ない位置にそれで締めてたってわけか。危ない、スカイプありがとう。うん、うまくできてる。ほんじゃあ下の方行くか。え、なんかボスが弱すぎたんだけどさ、それじゃ終わんねえだろ。え、ここになんかエレベーターあるんだよね。え、エレベーターじゃないの。あー、出た、トロッコ。よし、エミールは飛べるからね、頼むよ。うわ、よいしょ、こっち、よし、オッケー、なかなかうまい。よし、いいね、よし、ええ、お、回復ありがとう、マジ助かる。いけいけ、無視だ無視だ。やれてんじゃない、なかなか。やばくなってきた。意外と食らってないっていうね。やばい、ほら、いけいけ、どんどんいけ、よし、ほぼ全速力で駆け抜けた。エミール、お前何乗ってんだよ。乗る必要ねえだろ。こっちは行き止まりね。お、先回り着いた。6月6日、お兄ちゃんはヨナの誕生日には帰るって言ってたけど、お兄ちゃんの誕生日を一緒にお祝いしたかったな。ヨナの、いや、6月6日がお兄ちゃんの誕生日だよね。同じ誕生日で双子だったわ。違う。あ、から何が出る、先行者だ。ひどくない今。だからどっち行っても形状記憶合金もらえたよってことか。まあどっちももらうけど。お、違うのやってきた。いや、最初にやってた。よし、チタン合金だ。あ、そっか、形状記憶合金はやってもらったんじゃないんだ。
ちょっとその後からやってくるのなしじゃん。やべ。よし、レベルアップ。体験だったらすぐ倒せんじゃんこれ。攻撃力が高いから。終わり？終わった。ほんで、あ、最深部。ちょっと待ってよ、いろいろ行くとこあんだけど。2発で潰せる。逃げんなお前ら。なんか敵がめっちゃ増えてきたけど。痛い痛い痛い。よっしゃ。どうだ。なんか全部行きたくなっちゃうよね、こんなの。素材うまうまだし、ね、そこら辺は全部行けないから。え、ここら辺で出てくるんだな、砲台が。アンパーダマスカス、ダマスカスカカスだよ。よし、帰りに出てくると踏んだよ、砲台が。うわ、出た。あれ、出た出た出た。体験向いてないか、やっぱり。いや、でも早いんだよな。したんだ。出た出た出た。これやってるとすごい強化ができるようになると思うんだよな。めっちゃ集まるから素材。どうだ、砲台は。あれ、あ、出た出た出た、出ると思った。出た。見えない見えない見えない。すごい、めっちゃノックバックさせた。どこにいる？ OK？ よいしょ。やべ、どこかわかんねえ。なんかこっち、そこか。いや、痛えんだよな、これ。すげえ遠い。どうだ？ダメか。あれ？バグのなくなった。あ、来た来た。回復してくれた。いや、ありがとう。こっから持って。ダメ？お、行った。すげえ。うん。そっちにも多分先行者がいるでしょう。あれ、全然当たんねえ。ノールックは厳しいな。すごい数。よし、チタン合金。ここ先行者、絶対先行者。来い、来たね、先行者来たね。待ってたよ。近くいるとそれやってくるのか。え、
足元ずっと張ってんじゃんあれ。まあ死んだけど。チタン。うわ先行者もう一匹。雑魚付き。いいね、雑魚やってくれた。こう自分の弾も当てながらね。よし、楽勝。レアドロップいっぱいいた。オッケー、じゃあ最深部に行く？行くんだよね。行くことになると思うよ。ありがとう。エミール本当助かるわ。なんかこう移動の時は HP 減ってても回復しない方がいいね、自分でやってくれるから。やる周期がちょっとまちまちだけどさ、すぐやってくれる時と全然やってくれない時とあるけど。どこ？おお、上。こいつらいいわ。すげえな。余裕。余裕なのに一人一体。アイテムくれるしね。一人一つ。よし、綺麗。壊れたもんばっかりだ。壊れたり切れたり。こっち？ん？いいんだよね。来た。ここが最深部。最深部どうだろうね。大きい一つあるのか。でキーだね。そういうことだ。ポストは？ポストない。マジか。え、ポストなし？でそこで倒すと素材がさ取れないんだよ。これどっちから行ってもいい？よし、いいところに落としたね。はい、いいか、倒さなくて。いいか、タームレに倒しながら行くか。よし、いいね。あれ、あっち、あっち違うとこ行ったってこと？そっち行きたい。いや行けねえ、嘘。あっちポストだったかもしれないよ。いや待て、こっちがなんだっていう話よ。エレベーターか、帰り道だよ。え、ならそっち行きたい。え、ただの帰り道なんてことある？あれか、あの上で前戦ったんだ、5年前。未だにバチバチ言ってるってことね。え、でもそれじゃあさ、キーが手に入んないじゃん。いやこっちが正解かも。そんなバカな話があるかい。え、どういうこと？え、確かにロボット山だって言ったよね、キーのある場所。あれ？おかしいですよ。だって1階でそのまま帰っちゃうよね。頼む、止めてくれ、誰か止めてくれ。
え、ここどこ？なんかポストあったけど。あれ？一階で戦うのか？ぽいね。これ武器か？百獣の総総総。強い。明らかに穴だよねこれ。ちょっとワードをつける。武器、百獣の総総、天の2キル、天の2キル、2キル。OK。ちょっと、あ、下だわ。下が正解。ただこれいけないもん。じゃあセーブします。OK。いきます。はい。じゃあ結局下で、結局ここかい。なんなんだよ。ないのバトルは。え、やべえ、なんか、え、あそこをどうにか開けなきゃいけないってこと？でも爆弾なんて生成できないからね。戻るよ。え、誰か止めてくれ。頼む。これ普通にボス倒して戻ったとこだよね、過去に。デボロさんとポポロさんが帰っちゃった。帰っちゃったら寂しくなりました。なので大きな声で歌っていました。ちょっとちょっと、これここか。分かった分かった。はいはいはい、ここね。え、でいいの弟？いや持ってんじゃねえのあいつ、キーをさ。持ってんだよ。おっきいのはもう倒しちゃったんだよ。それで撤回を手に入れたんじゃねえのかあいつ。弟もう絶対ロボット殺すマンだからね。これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。お願いします。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。1000円くらい払うよ。カンカンカンと。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。手紙見る機会あんまないんだって。ありがとう、助かるよ。なら普通の、ありがとう、普通の教科を頼む。本日はどんなご用で。すごい落ち着いたよねあいつ。落ち着いた喋りになってるね。よし、信義。でも信義もさ、今百獣の、あーちょっと足りないか。14000、110のの方が強かったりするかな。とても軽いから軽いになるね。いや、いいよ、やっとこ。待って、壊れたアンテナ30個以上拾ったってことよ今。よし、ノブヨシ、ノブヨシ3までいけるぞ。マジか。え、ノブヨシ3にしようかな。なんかやりすぎ。他に強化できるのもないからね。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、白の契約、黒の契約めっちゃ強くなってんだけど、いつの間に。あ、違うか、これ強化したら。あ、ごめんごめん。なんか圧倒的に強くなんだけど信義。おお、かっこいい。まだ上がるの？何本まで上がるんだ？銀行なんて売ってんじゃないの？ありがとう。銀行3つ売ってくれ。本日はどんなご用ですか？売ってる。金使いすぎ？ありがとう。いや、そんなことね。もうずっとこれ片手剣でいっちゃうわ。何、チタン製？テンパーカラーついてっけど。
かっこいいね。あ、最大強化だ。消えたもん。ありがとう。やっば。わあ、色ちゃんとついてるよ。さてどうする。もうどうしようかね。武器の修理には時間がかかるようだが。ああ、まずポポルのとこ行こうよ。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。うん。一旦村に戻ろう。そうしよう。わかった。振り早くない？こんなもんだった？めっちゃ早いよ。体験使ってたからそう感じるだけか。はい、ということで今日はここまでにしましょう。じゃあ次回ポポルさんのところに一回戻って神話の森。いやでもさ、キー取ってないのよ。取ってない。やっぱりあの撤回ができるとなんかあるんだろうね。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。